グランプリ女子 1500m の決勝です。最初の家谷さん、位置取りという話がありましたけれども、どうでしょうかね、どのあたりを選手は狙っているんですかね。そうですね、やはりあまり最初は先頭には出たくない、誰かペースを作ってくれないかなというような思いがあると思いますので、はい、小林さん、はい、大西選手がいいスタートを切っていませんか。あ、いいですね。あの後藤選手もあのすごく動きがいいですからね、はい、あの直前の調整でも2分52秒で 1000m をやったということですから、はい、かなり自信の表れですね。後藤選手紹介していきましょう。腰ナンバー5番の選手です。トヨタ自動織機 TC に所属しています。後藤夢選手、西脇工業出身、腰ナンバー5番のランナーです。今先頭に立っています。後藤選手は、小林さん、どんなところが魅力ですか。そうですね、スピードもしっかりありますからね、はい、うん、長い距離も走れます。3000障害なんかでもできそうなタイプなんですよね、はい、力強い走りですよね、はい、残り3周を切りました。それから兵庫勢でいきますと、あとは高橋ひな選手、ナンバーカード45番の選手です。この選手も西脇工業出身です。現在はプロジェクトチーム東京で活動しています。最初の 400m が1分11秒、ナンバーカード45番のランナーです。今ちょうど左から数えて3番目の選手です、高橋ひな選手。家谷さん、高校時代はね、インターハイでも活躍しましたから。そうですね、兵庫県ではおなじみの選手ですね、はい、小林さん、地元に帰ってきて走るっていうのは高橋にとってどうでしょうかね。かなりこの大会にはこだわりはあると思いますね、はい、そして去年は思うように走れなかったんですけれども、今日動き見てても、もう徐々にスムーズになっているので、まだまだ万全ではないんですけれども、はい、少しずつ戻りつつありますよね。スムーズになりつつあるというのはどのあたりですか。結構上にこうピョンピョン跳ねるような、ね、はい、動きが去年はあったんですけれども、はい、だいぶ前に推進力というか力が伝わる走りに変わってきてますから、はい、まあ、でも71秒で入っているということでかなりゆったりなので、これはラスト勝負になりますね、はい、そうですね、はい、残り2周を切りました。そしてこの春須磨学園を卒業したばかりという小林さんにとっては後輩にも当たります、大西光選手、現在3位から4位というところですが、大西のここまではいかがですか。クロスカントリー、世界クロスカントリーが3月に行われまして、はい、長い距離をどちらからというと走り込んでたので、はい、1500に戻すっていうのがね、どこまでかなと思ってたんですけれども、今のところすごくいい動きをしてますね、はい、こちらが JP 日本郵政グループにこの春から社会人ということになりました、大西光、須磨学園を卒業したばかりです。最初の 400m が1分11秒、その後の 400m が1分14秒、少しペースが落ちています。今徐々にペースが上がってきましたね、はい、列も縦長になってきました、はい、小林さん、やはり E の選手がここで今、はい、トップに躍り出ようという状況ですね。そうですね、埼玉医科大学アスリートクラブの選手兼監督ですからね、はい、教えながら自分でこのレベルまで持ってきてる、維持してるっていうところが、はい、もう本当に誇りですね、はい、残り1周を切りました。現在 E のマヤがトップ、グランプリ女子 1500m の決勝です。ここで31歳ベテランの飯野がトップに立ちました。この春から環境も変えたという飯野、埼玉医科大グループ所属になっています。他のメンバーとは約10歳ぐらい年齢が違うんですよね、はい、もう昭和生まれというだけでもう注目されるような、ね、はい、世代が違うんですけれども、はい、もうベテランの走りでスピードも衰えてないです ね、素晴らしい。平成最後の兵庫リレーカーニバル、そしてその後に続いているのがエディオンの萩谷です。この春長野東高校を卒業したばかりというまだまだ若いランナー、その萩谷を今話しています。最後のホームストレート、表情は全く変わりません。圧巻の走りですね。どれぐらいのタイムが出てくるでしょうか。グランプリ女子 1500m 決勝、現在トップは飯野、そのままトップでフィニッシュを迎えました。手元のタイム4分22秒で見事グランプリ女子 1500m 決勝を制しました飯野麻耶です。タイムも手元のタイムで4分22秒ぐらいですから、今月に入ってからの金栗記念熊本の大会が4分23秒22でしたから、
ちょっと上回ってるぐらいのタイムですね。金栗の動きとはまた全然違う、本当に今日仕上がってるなっていう動きです。まだ初戦ですけれども、はいはい、もうこれから今シーズン楽しみですよね。まあ、飯野さんは全国中学校大会で優勝してますけれども、はい、まあ、中学校時代からこうやって第一線で活躍してるっていうのは誰からにとっても憧れですよね。はいはい、その後は萩谷が入りました。そして3位に後藤夢が入っています。放送席岩さん、はい、見事優勝しました飯野麻耶選手にお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずこの結果